鴨の御祖神社は、京都市左京区にある神社。通称は、下鴨神社。式内社、山城国一のみや、22社の一社。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。国際連合教育科学文化機関の世界遺産に、こと京都の文化財の一つとして登録されている。鴨明一の神社と共に、 鴨の死の氏神を祀る神社であり、両者は鴨神社と総称される。両者で催す鴨祭で有名。本殿には、右に鴨分けケイカズチの命の母の玉り姫命、左に玉り姫命の父の鴨のノタのみの命を祀るため、鴨御祖神社と呼ばれる。金氏及び八タガラスは鴨のノタのみの命の化身である。境内にただしの森、三たら川、 見たらしい池がある。神社は二つの川の合流点から一直線に伸びた山道とその正面に神殿という直線的な配置になっている。見たらし社の水は青い祭りの採用大,大清めの清水である。原尊、飲料化。京都の社寺では最も古い部類に入る。社殿では神武天皇の御世に御影山に祭神が降臨したと言う。また、 すじ天皇七年に神社の水垣の収蔵の記録があるため、この頃の創建とする説がある。一説には天平の頃に上賀茂神社から分置されたともされる。上茂神社と共に奈良時代以前から朝廷の崇敬を受けた。平安戦との後はより一層の崇敬を受けるようになり、大道二年には最高位の正一くらいの深海を受け、鴨祭りは直祭とされた。 演技式新名帳では、山城国赤子軍鴨御祖神社に座として、名神大社に弟子、名神、月寺、愛かつて、に目の、各祭りの平白に預かると記載される。公認元年以降約400年にわたり、山院が置かれ、王女が採用として、鴨社に奉仕した。平安時代中期以降、21年ごとに御神体を、除くすべての建物を新しくする。 式年遷宮を行っていたが、本殿二棟が国宝に指定されたため、現在は一部を修復するのみである。河合神社、三井神社西山道にある鳥居に架かる紅葉総称者社殿のうち二棟が国宝、三十一棟が国の重要文化財に指定され、十七棟が重要文化財の不指定となっている。発表順問題となったマンションの J グランザオナー、 下鴨忠しの森2015年3月に世界遺産、忠しの森に隣接するおかげ通りの南側の世界遺産バッファゾーンで当時は駐車場と研修道場があった場所にマンションが建設されると報じられた。これは21年に一度の式年戦宮の費用を捻出するために業者に50年の期限付きで土地代として年間約8000万円の収入を見込んで貸し出す。 ものである。このことについては反対意見も多く出たが、もともと研修道場という老朽化した、体育館のようなプロレス工業も行われていた、現代建築の施設が建てられていた場所と駐車場であり、伐採する木の数も少ないこと、新たに建物の周囲にただしの森に植わっている木と、同種の木を植樹すること、建物の高さを抑え落ち着いた和風の外観とすること、 ただしの森の中の小川をイメージしたせせらぎを山道の脇に作ることなどで京都市の同意も得て2017年に予定通りマンションは建設された。また、このマンションに入居する際はただしの森保存会もしくは下鴨神社数計会のいずれかの就寝会員に加入することが条件となっている。一部の政党や市民団体が現在でも 世界遺産に違法にマンションを建設したとか、ただしの森を破壊したと、事実と異なる主張して、建設を認めた原始性を批判しているが、前述の通り世界遺産エリアではなく、世界遺産バッファゾーンであり、世界遺産バッファゾーンに建設されるべき建物としての条件を備えており、森を伐採して、マンションを建てたわけでは、一切なく、駐車場と研修道場だった場所の転用である。 これよりも先に境内に賛同を遮って、マンションを建設して、社元補修の費用を捻出したな式神社の例もあり、宗教法人の事情努力なのか兄りな、開発なのかの無益な論議が続いている。鉄道バス社、ありがとうございます。